こんにちは、津田川のり子です。健康のためには運動が必要というのは皆さんご存知なんですが、一日の中で運動しようと思うと、例えば20分、30分時間を使おうと思うと、できない理由は山ほどありますよね。なので、いや運動しようかなと思うんだけど、なかなかできないということがよくあります。でも運動はもう1分だけでも全然違うんですね。はい、試しに今私とここで一緒にちょっと体動かしてみませんか。はい、では両手を後ろで組んでください。こんな感じで組んでください。はい、下に下ろして吸いながら、ここ胸を開きます。肩甲骨寄せましょう。はい、吸って、はい、吸い切ったら吐いて脱力、前に手を組んです。はい、吐いて背中丸くします。肩甲骨の間を広げる、首楽にしてください。はい、吐き終わったら吸って、くるっと手を返して、上、はい、吸って伸びて、伸びて、伸びて、吸い切ったら吐いてリラックス。どうですか？ちょっとエネルギーが変わりませんか？1分でもいいし、30秒でもいいので、お仕事の合間でも、ちょっと体を動かしてみると、エネルギーが変わります。運動は運を動かす。今日も運を動かしましょう。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。